上を見ていきましょう。実はここにですね、こういうあの滑り止めシートが貼ってあるので、ちょっと剥がしてみたらちょっとこういう感じで、汚れがあったり、こういうところの糊がべちょっとこうついてたりなんかしておりますね。ここはこのようなロックがついております。開閉は問題ありません。デッキの表面頑丈です。ブワブワするところは1個もありません。ただ、なんと言いますか、こういう FRP の表面の欠け、こういうのがコツコツと、あります。ノンスリップの状態はいいんですけど、こういう欠けがところどころにこう点在しております。サイドデッキは綺麗です。こういうところにちょっとしたこう塗装を、なんかこう塗装をはけ塗りした跡があります。まあでも船はすごく綺麗です。サイドデッキもこんな感じ。ブリッジ周り、ここにもちょっとこうはけ塗りの跡がありますけれど、FRP のツヤはあってすごくいい感じです。このヤンマーのこうこのロゴがちょっと劣化が発生しております。ずっと行ってみましょう。やはりここのヤンマーのロゴが剥がれちゃったりしておりますね。後ろデッキです。やっぱり後ろデッキも表面もこういう感じで、コツコツと何かが当たった跡が、あります。けれどノンスリップの状態は使用頻度が少ないだけに、触れば痛いぐらいまだまだ残っております。左舷側の物入れ、こっちがイケスです。結構広い感じです。奥までこうなっております。こういうところの FRP の欠けだとかありますけれどもですね、右舷側物入れです。結構たくさん物が入るようなスペースです。ベンチレーターの割れもありません。ハッチを開けてみたらダンパーもしっかりしております。緩むことがありません。